はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、僕の動画、まあ、昔はめちゃくちゃ行ってたんですけれども、最近行けてない久しぶりのあの二郎系ラーメンを食べに行こうと思っております。ここ1年間ぐらいはですね、いわゆる豚骨醤油でいうと家系ラーメンにハマってしまってですね、私生活動画ともに家系ラーメンばっかりになってまして、二郎系ラーメンちょっとご無沙汰ですね。ですので今日はしっかりと楽しむためにがっつりとお腹すかせてきました。今日撮影に来ているのが千葉県の柏市ということで、柏の二郎系といえばもちろん有名なお店があるので、これだけでピンと来てる方もいらっしゃると思います。撮影自体はですね、中休み中にちょっとご厚意で撮らせていただけるってことだったので、いろいろとお話をしながら今日は食べていこうと思っておりますが、本日目的のお店到着しました。本日のお店がこちら、俺の生きる道柏店さんでございます。僕の動画でもですね、何度も本店になる白山の方では、もう俺の生きる道さんのラーメン食べてはいますが、柏店は初めてということで、先日ですね、ちょっとラーメンイベントにお手伝いに行った時にご挨拶させていただいたりとか、その後ね、飲みにも行ったりもしたんですが、まだちょっとこのラーメンを食べてないということで、またね、本店の白山とはちょっと違う美味しいラーメンがいただけるってことでしたので、早速ね、この柏店さんで美味しいラーメン食べていこうと思います。あ、めっちゃ腹減った。はい、ということでですね、本日いただくこちら俺の生きる道柏店さんのラーメン、もうすでにね1杯目が到着しております。改めてですね、本日は4杯いただく予定なんですが、まあ、ひとまずはね、通常のデフォルトのラーメンですね。とんでもない豚のサイズに美味しそうなスープですね。早速こちら1杯目のラーメン、出来たてをいただきたいと思います。うわ、すっごい醤油の香りもしっかり立ってるんですけど、甘み濃厚だわ。ちなみにですね、もちろんこちらのお店さんも提供する際には無料トッピングがありまして、野菜、ニンニク、油とこれが選べるんですけど、今回のラーメンに関しては一応3種全増しでねいただいておりますが、いやもうひとまずこれ野菜よ、この味付き油とさ、この野菜、うわうまいな。野菜もこのクタとシャキのいいとこ取り、シャキシャキ食感残ってるんですけど、このクタッとしたね、この火の入った野菜の部分もめちゃくちゃうまくてもう噛むだけで野菜出汁がすげー出る。やっとこの麺いきましょう。この揚げた瞬間の香りちょっといただきます。うん、めっちゃうまいっすうまっ。皿でいただいてますんで、この油をですねここにかけると、うーわあ、油うまい、一気にジャンクになる感じ、たまんない。こういうタイプのラーメンですので、もちろんしっかりと濃いんですよ。味も塩分濃度も高いとは思うんですけど、でもね、やっ
ぱりこの豚の出汁が染み出てるんでついつい飲んじゃうんですよね。うまい。うまっ。そしたらこの辺りで最初からね見えてるこのでっかい豚ですよ。でっかい僕の一口でもかぶりつけないもんな。うわやっかほろほろ。赤身なんですけどねもうしっとりしてるし、うわこのチャーシューうまい。いただいていたですねこの別皿油半分残してあるんですけどわざと全部入れてなかったんですよ。ここでですねこの卓上の唐辛子を油に入れつつここにねこの麺を絡めるわけですよ。はいうまい、はいうまい、うん、あうまいな。パンチも増すけどこの脂身の甘みを唐辛子の辛みでね後味引き締めてくれるというか、うん、あーたまらん、うん、ということでですねただいまいただきました一杯目のこのラーメン完食させていただきました。ごちそうさまでした。続いてね2杯目にいただきますのはラーメンとまた変わった汁なしということでこれもね人気メニューですので楽しみに待ちたいと思います。うまい、うわーうまそう。ということでですね本日の2杯目が完成しました。2杯目いただきますのが汁なしということで今回もねトッピングは全マシで注文させていただいております。早速こちらもいただきます。もう2杯目ですから早速この麺を揚げちゃいましょう。うん、あ、うまっ。なんだこれ、すげえうまい。うまちょっと待ってこれすげえな進んじゃうな。うまっ。ちょっと止まんないなこれどうしよう。今日いただいてる汁なし結構ね二郎系のお店さんとかでも提供されてるところも多いのでラーメン食べる方は食べ慣れてる人も多いと思うんですけど僕もね結構食べてます。ただちょっと初体験の味かもしれない。一回食べていただいたら分かると思うんですけどすごい出汁を感じる。これがねうまいです。ちょっとせっかく汁なしですから生卵合わせたいなと思いまして。でこの生卵ねブランド卵を使われてるみたいなんですけど色味が色味がオレンジを超えてちょっと朱色ぐらいな。これちょっと楽しみだ。卵のレベルが全然違う。うまい。すっごい濃いわ。うわ。でもやっぱりこの汁なし自体が出汁の部分で食わせるのが強いのでこんだけ濃い生卵にあえても全然曲げないというかこの組み合わせ最高ですね。うん、とこの卓上のブラックペッ
パーを生卵にあえちゃいましょうか。絶対うまいなこれ。これちょっと好きな食べ方がありまして、こんだけねしっかりとした赤身のチャーシューにはまたねこのブラックペッパーをかけるんですよ。もうそうするとまさに豚のステーキ。これ見た目完全にステーキですね。あーうまっ、これやってほしいな。うん、うまっ、うん、ということでちょっとあっという間にですねこの2杯目も完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでちょっとねこのあと3杯目4杯目も楽しみにしたいと思います。そしたらですね、こちらのお店では冬季限定で販売しています3杯目は味噌ラーメンをいただきたいと思います。いや美しいね、茶色というかやっぱりベースの油しっかりスープに生きてますので、むしろオレンジ色というかね、たまらない。早速これいただきます。うーあうめ、冬に合うガツンと感きますね。本当に、ね、こう一口含んだ瞬間に味噌の香りがドンってくるんですけど、でもやっぱりベースのスープが生きてますんで、強いものとは強いものだけど調和が取れてるというかね。うわこの麺見て、あーいいね。一緒にすするともっとうまいっすね。ちなみにですね今日は、中休み中にお邪魔させていただいてるんですが、このね機材セット、まあ、準備がねどうしても時間かかってしまうので営業終了間際ギリギリにね店内に入らせていただいたんですけれども、カップルのお客様であったりとか女性の方一人でも食べに来たりですとか、本当にね店内でもこの綺麗さで店員さんの人の良さしかりですね、ラーメン慣れてない方であったり女性のお客様でもここはねすごく来やすいですし美味しいのでマジでおすすめです。ちなみにねちょっとさっき開けちゃってはいるんですけど、お店の中にもね自動販売機ありまして、そこで購入したものは飲めます。でもちろん今回僕はね特茶買っておりますんで、一旦ここで小休憩ですね。
ということでですね、本日の3杯目、こちら味噌ラーメン完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日残すはね、最後の一杯ということで、もうすでに作っていただいておりますので、もう少々ね、待ちましょう。ということでですね、本日いただきます最後のラーメン、こちらが辛味噌の汁なしということで、先ほどもね、いただいた味噌、そしてこの辛味噌に関しては冬季限定ということで、まだね、ちょっと表寒いですし、この辛い味噌いただいて、最後体温めて帰りたいと思います。いただきます。じゃあこれも汁なしなんで、先に麺開けちゃいます。でもやっぱ改めてこの汁なしはすごいや。スープもしっかりと入っておりまして、まあ、もちろんラーメンよりは少ないんですけれども、まあその分ですね、この出汁感が強いとたまんないね。またこのちょっと赤く染まった麺、たまんないですね。またこのシンプルにこの唐辛子系というよりか、ジャンっぽいようなちゃんとコクある辛みなんで、うまいっすね。うん、うん、あ、ちょっと最後のわがままに生卵を追加していいですか。はい。だからせっかくですから、味噌で辛いのといえば、やっぱりね、本日2回目の生卵登場ということで、これもね、絶対合うと思うんですよ。うん。最後は生卵と一緒にあえて、うん、ということで本日はこちら最後の一口ですね。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、俺の生きる道柏店さんで販売しているですね、メニューほぼ全てかなの味をいただきました。もちろんですね、味噌、辛味噌と、今回ラーメンと汁なしいただきましたが、これ逆も販売してます。でね、やっぱ使われているベースのスープで麺と一緒なんですけど、全く別物ですね。単に味を変えたってわけではなくて、本当に一品一品別物として完成されている、そんな素敵なメニューでして、もちろんね、常連様であれば僕はいつもこれを食べますって決まってるものがあるかもしれませんが、そういった方でも、初めての方でもですね、ラーメンのみに限らず、ちょっとね、いろんなメニュー食べていただきたいなと思いました。いや、僕自身もですね、結構二郎系と言われるようなラーメン食べてるはずなんですけど、新たな出会いというかね、感動するような味がありましたので、ぜひ皆様もですね、気になったらこちら俺の生きる道柏店さんで美味しいメニューを食べてみてください。またですね、俺の生きる道さんはこの柏店以外にも、本店は東京の白山にありまして、それ以外にも筑波であったりとか上野であったりとかね、店舗も数あるんですけれども、各店主さんがですね、ご自身でこだわり抜いたおラーメンを作っておりますので、店舗によってもちろん味の違い出てくると思います。ファンの方であればぜひいつも行ってるお店のみではなく、いろんなね、俺の生きる道さんを回ってもらって、美味しいラーメン各店をね、味わってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。